狼男の遠吠えが聞こえたら逃げた方がいい。もっとも気づいた時には手遅れかもしれないな。満月は狼男を呼び起こす。さあその目に焼き付けろ、この爪と牙の鋭さ。不用意に近づくと噛みつくぞ。俺は砂漠の夜の静けさが好きだが、ハロウィーンの賑やかさも悪くはない。毎日続けば苦痛だろうがな。ハロウィーンの時期はカボチャのカレーが食べたくなる。スパイスの辛さに甘みが混ざってうまいんだ。ある国ではコインを磨くと金運が上がると言われているらしい。ラギーが知ったら実践するかもしれないな。身の毛もよだつハロウィンナイトの始まりだ。君がどんな悲鳴を聞かせてくれるか楽しみだよ。鋭い爪に硬い牙、それに強靭な肉体。なぜ恐ろしい狼の逸話が各地に残るのか分かる気がする。額や頬の模様は何に見える？実は狼の毛並みやヒゲをイメージしてるんだ。この仮装にぴったりだろ。暗いところでエペルの肩を後ろから叩いたらひどく驚かせてしまった。ん？脅かす気？なかったよ。本当さ。部活後にカバンを開けたら虫のおもちゃが入っていた。犯人のエースにはしっかりお返しさせてもらったよ。いたずらか。してもいいが、後悔することになるかもしれないぞ。俺は恩と恨みは忘れないタイプなんでね。